皆さんこんにちは、ゆずきしろです。はい、今夜もリムワールドのお時間がやってまいりました。ちょっとこちら、コンポーネント運んでいただきましょう。簡単な食事で食中毒か。やっぱ部屋が広すぎて冷え切らないようだね。そうなってくると冷房ね、もう一個なのかな。この場所あたりとかにちょっと設置してみようか。これで部屋が冷え切るといいんだけど。ただいま、あ、全然だ、これマイナス30度ぐらい、これで冷凍庫として使えないかな。一応2つね、設置すればどうにかなるかな。常温冷蔵、常温冷蔵、そうだね、微妙なんだろうね、広さが。もうちょっと広くすれば、もうちょっと持つのかなっていうところ。さあ、そして乳酸の方がね、こちらの方も病気が治り次第、乳酸の方、あ、勧誘してる、頑張って仲間になってくれたら非常に助かる。どう、ストーブまで置いてあるんだよ、4%。でも確率としてはちょっと上がってきてるようだね。あ、そしてストーブの方、各部屋に一応設置が完了したと。他にやらないといけないの、ランプをねちょっと置いとこうか。この部屋真っ暗になっちゃった。こちらの部屋も暗いな、一応ランプ置いとこう。そうだな、他には、あ、このお部屋にストーブがないんだ。で、一旦ちょっと通気口の方をね取りやめた方がいいかな。室温2度だもんね。一旦ちょっと通気口を取りやめて、冷房をね、ストーブの方を配置と。あとはこちらのお部屋にストーブを置けば、だいぶ部屋の方ね、ストーブが設置が完了すると。この部屋にも置いとこうか、みんなの憩いのスペース。こちらにも置いて、ただね、コンポーネントがなかった気がするから、ちょっと次の日にはコンポーネント優先で取りに行った方がいいかな。近場のコンポーネント取れる場所ってもうないかな。他にあると助かるんだけど、もうここも掘り尽くしちゃったもんね。ちょっと探して、そこ最優先で掘る形で進めていくしかないのかな。ただちょっと暗くて見えづらいな。この場所にもないか。また商人が来た時に、ん？残骸が落ちた。どこ？見てみよう。あれ？この場所？ん？この場所に落ちたようだね。これかな、スチールが落ちてる。そうだね、特に有効なものではなかったようだ。簡単な食事で食中毒、そうなんだよね、食中毒起きちゃうんだな。もうちょっと冷蔵庫として認識できれば。あ、ゴールドだ、お金になるわこれ。ちょっとお金も掘っとこう。で、エリックさんにちょっと、道がない、そっか、水なんだね、この場所。こちらから掘ってっていう感じで進めないといけないんだ。確かに、ゴールドもそのうち掘っていただきたいけど、今はコンポーネントだ。コンポーネント探そう。結構出張しないといけないかな。近場にはないか。あ、違う、これゴールドだわ。違う。ない？見つけられない？あった、見つけた。ここだ。ここまで出張結構遠いね。一旦ここまで出張していただいて、掘れる方に出張していただきましょう。ここも掘って、医療品が少ない、そうなんだよ、もう医療品が全然ないんだな。で、3人ぐらいでちょっとここ掘っていただきましょうか。なるだけコンポーネント最優先で掘りましょう。怪我が感知したようだ、よかった。あ、ここにもあるじゃん。でももう残り少ないよね、これぐらいだな。この場所ちょっと掘ってと。他は、あ、ここもだ、潰れた機械。いや、今のうちになるだけ命令出しとこう。掘れるところは、ん、研究完了か、早いね研究。ちょっと待って、研究ちょっと後回してもいいかな。他特にもうないか、これぐらいか。数少ないね、やっぱり。あ、ちょっとそっちまで向かってね。お、
こんな近くにもあったんだ、壊れたの。お、次はこちらか。あ、キットさんが今時間を持て余してんだ。優先度キットは、運搬はできないか。研究やらないといけないんだね、キットさん。研究次、ドラッグ製造、こちらでお願いします、キットさん。で、この上の方って、あ、削ってないんだ、まだ優先度低いかな。お、エリックが運んで、エリック、それ食事終わったらさ、コンポーネント運んでくれない？ちょっとごめんね、こっちを優先しよう。そこもよかったら掘っていただいてね。あ、そうそう、2人でねコンポーネント運んであげて、そうそう、いい感じで、ここね、掘り出したらコンポーネント運搬しよう。うん、すぐ運んでね、すぐ運んで、で暖房に切り替えると。そして壁の方も、設置と。うん、あ、クーラーの方もね設置できたんだ。ここね、そうだな、マイナス20度ぐらいかな。これでどう？お部屋の方は？ん？新人だ。あ、よかった、勧誘できたんだ。あ、よかったね。じゃあちょっとさ、こちらを新しい住民の方のベッドにしましょうか。囚人のベッドを解除して、所有、こちらの方に所有していただいてと。うん、よかった。新人の方の能力ってどうかな。人物、射撃が得意か。じゃあライフルだね。どっかにライフル置いてないかな。あった、ライフル。こちらのライフルをじゃあ装備していただいて、医学、建築、栽培、あとはこれ採石の方がどうやら得意のでね、これありがたいね。で優先順位、まあまあこの順位で大丈夫かな。うん、そうだね。うん、あ、やばいな、食中毒を起こしてるわ。で、こちらの方にさ、ちょっと運搬してもらおう、川の方たくさん落ちてるから。で、運搬していただいて、そしてお部屋の方はどう？あ、ゲロってるな。冷蔵になってる、よかった、やっと冷蔵庫として使えるようだね。うん、仕事してくれる？もう運搬かな。あ、越えてどこまで行くんだろう。採石の方向かってるのかな。そうそう、コンポーネントが少ないからね、コンポーネント取ってねっていう命令出してるはずだから、まあそちらの方にちょっと出張行ってるのかもしれないと。残りね、そうなってくると、あと囚人一人だもんね。こちらの囚人の方がね、どうだろうな、こちらの囚人の方勧誘できるかな。一応入村勧誘してるんだよね。でこちらの人物の方、射撃、格闘、射光、動物、医学が得意、芸術もちょっといけるみたいだね。うん、まあこういう感じの人なんだね。あ、キットさん研究してるね。キットさんがね、キットさんの能力はまあこういう感じなんだね。医学得意で研究、まあこの3択ぐらいしかないんだよね。まあ、キットさんにはもうガンガン研究進めていただくしかないけど、まあそれ以外の方にはね、日々の作業をどんどん進めていただきましょうか。で、クーラーの方が、そうだな、ちょっと気温の方上げとこう。気温というか室温か。21度になってんのか。もうちょっと下げないとね。あ、間違えた。上げまくっちゃった、これ。20度ぐらいかな、室温。うん。20度でちょっと保っていただきましょう。ああ、ここ通気口があるけど、ストーブどうなんだろうな、あったかいかな。通気口だいぶね、取り壊しちゃったんだけど、まあこれで様子見よう。あ、そうだ、あとはこのお部屋、もうちょっとこのスチールの方もね、ホリホリして取っていただきましょう。でこちらの部屋も広くなってきてるから、ここかな、ここに道を作って、で壁にして一室設けようかな。うん、壁をちょっと作ろうか。なんか今かなり伸びちゃってるもんね、お部屋の方。建築、壁の方を伸ばしてと。うん、であとはこちらね、ちょっと道にしてと。うん、これでちょっと対応させていただきましょうか。さあ、他
作らないといけないところね。そうだな、製造に関しては精密機械、あ、いけてるね精密機械。こちらの方で新しい武器とかも作れるようになるから、メカノイドを分解する、これのことかな、メカノイドって。ヘルメット、チョッキが作れる、防弾チョッキ、いいよね防弾チョッキあると。あとはまあ武器、ライフルとかも作れると。防弾チョッキとヘルメット、防弾チョッキ2個。うん、材料の方は何で作れるんだろう。これじゃ見れないね。ここか、違うな。防弾チョッキ材料、スチールコンポーネットか。コンポーネット不足なんだよね、もう慢性的に。大丈夫かな、作れるかな。コンポーネットはないか、スチールがちょっとあるぐらいかな。商人の人が来てね、買い取れるといいんだけど。あ、そうだ、そういえばこちらの部屋もあったね、忘れてた。ちょっと運搬してこちらの部屋もちょっと使えるようにしていこうかな。あとはフロアの方をタイル貼っていこう。うん、これでどうかな。さ、簡単な食事がもう一個もないようだ。ちょっとまた簡単な食事の方をね、20個ぐらいかな、22個。うん、ちょっとこちら作ってと。さ、ゲロってるところちょっと掃除していただきましょうか。さあ皆さん起きてね、朝早くから仕事開始と。そうね、ゲロってるところを少しうまく掃除できなかったかな。こちらの方ね、ちょっと掃除していただきましょう。ネズミのゲロのようだね。でこちらも、あ、ゲロ掃除できないかな、行っちゃったね、どっか行っちゃった。あ、マックさん作業、あ、入ってる。これで防弾チョッキ作ってくれるかも。で、ゲロ掃除の方お願いします。ちょっと忙しいとは思うんだけど。さ、ゲロの掃除に入って、こちらのゲロも掃除していただいて、で、マックさんね、今ちょっと作業してるね。で、できればここの方も運搬をお願いします。運搬ごめんね、忙しいところで。さらに運搬と。さ、おのおのの作業に入ってると。防弾チョッキの方どうかな、ただいま作ってるもんね。何パーぐらい進んでる、まだまだ。あ、漂着物だ。そしてドラッグの研究が終わったようだね。さらにじゃあ一個一個やっていきましょうか。キトさんにお願いします。さ、ポットが来たと。ん、葉っぱが落ちてるね。スモーフの葉っていうのが落ちてるようだ。あとは鉄くずか。鉄くずも運搬。これもスチールになるからね。ちょっと鉄くず、やっとだね鉄くず。さあ、そして鉄くずも運んでいただいて、あとはね、そうだな、ちょっとここ、葉っぱの運搬お願いします。そうね、まとめて運んでいただけるとありがたい。ん、これコブラの皮も落ちてるんだ。あ、コンポーネット、こんなところにコンポーネットもちょっとお願いしよう。お、鉱脈に当たったって、ここか。はあ、これ鉱脈か。ちょっと2人には頑張っていただいて、そしてこちらの方にコンポーネットを運んでいただきたい。ちょっとね、戻ったところ申し訳ないんだけども、コンポーネットの運搬だけちょっと急ぎでしていただきましょう。よし、 OK。 あ、防弾チョッキできた、早い。これで防弾チョッキできたから誰かが装備したんじゃない、どうかな、誰か装備した、これこの方じゃないかな、装備したの。欲求装備、防弾チョッキ、あ、違うな、マックさんだ。マックさん防弾チョッキ装備したようだね。まあ武器持つ人だからね。勧誘 1.6% か、かなり少ないね。さ、マックさん次の防弾チョッキ、そうだな、せめてみんな防弾チョッキはね装備してほしいから、もう一個、とりあえず3つは防弾チョッキ作ろう。
そしてこの溶鉱炉の方でもね、鉄くずをちょっともうちょっと溶かしていただこう。12個。さ、木材の方がちょっと切り出しができてないからね、家具の方も作れてないようだね。うーん、そうだな、これ切り出し使用してるか。うん、さあ、植えてるね。もう植え替えが来てるのかな。ちょっとね、木材あんまり成長してないけどちょっと切ろうか。 2,3 本ぐらい。うん、これでどうかな。さ、やっとこの冷蔵庫として使えるようになったからね、本当に助かってる。うん、作物も枯れない、ちょっとは持つようになったかな。そしてこちらお部屋の方が壊れてきちゃってるけども、早いところこの壁をね作っていただきましょう。次の日かな。あ、ビーバーが来てる、いなくなってる。あ、寝てる。このビーバーね、確かに退治しないといけないんだけど、他のセーブデータでやった時にこのビーバーたちにね押し負けちゃって、結構みんなが病気になったってことがあったから、ビーバーやっつける時は慎重に戦わないといけないと。うん、まあ拠点からはそんな離れてないし、武器を持ってる方々が多いから、この方々を徴兵すればなんとかなるかな。やるんだったら慎重にだよね。徴兵してさ、倒せるかな。ビーバーここだもんね。この辺りぐらいから攻撃できればいけそうだな。ただ確実に殺さないといけないから、武器持ってる人たちはもう全員徴兵して一気に殺すっていう方向でいきましょうか。あ、来てる来てる、よしよし。さ、2人集合したと。起きてるな、ビーバーが起き始めた。で、このビーバーを攻撃、こちら攻撃、どうかな。攻撃当たってる。残りのメンバーも来た。まだ起きてないビーバー、ビーバーに攻撃。さあ、まだ当たってない。一匹多分攻撃当たると死んじゃうと他のメンバーが襲ってくるはずなんで、どうかな。あ、起きた。当たってないか。もうちょっとかな、もうちょっと先に進めて、よいしょ。さあ、ビーバー攻撃、次のビーバーに攻撃しよう。どうかな、当たるかな。あ、2匹死んだ。あ、ちょっと待て、またまた、ストップストップ、突っ込んじゃいかん。ごめんな、私の命令で突っ込んじゃったな。さあ、次のビーバーに攻撃、ちょっと位置を移動して遠距離攻撃。さあ、遠距離攻撃入りましょう。こちらも攻撃と。とりあえず2匹死んでるからね。こちらも攻撃、よし。あ、気絶したようだね。で、死亡と。お、いいね、死んでる死んでる、いい感じ。さあ、二手に分かれて、攻撃しましょうか。さあ、次のビーバーに攻撃と。もうちょっと近づいた方がいいかな。こっちからちょっと回っていこうか。うん、さらにちょっと近づいて慎重に攻撃していこう。さあ、次のビーバーちゃんに攻撃開始。なんとかうまいこと言ってるんじゃないかな。よし、さらに1匹やった。うん、よし、もうちょっとだね。あと1匹ぐらい、違う、あと2匹か。 OK、 じゃあ次のビーバーに攻撃、攻撃開始。よいしょ、どうかな。お、やっつけた。お、全滅じゃない、まだ残ってる。ね、そうだな、ちょっともうちょっとこちらに移動していただいて、そうね、みんなで一斉攻撃だね。あと2匹、もうちょっと近づいて、あんまり近すぎると危ないから、ビーバーに攻撃されてね瀕死になったりするから、ちょっとね安全安全にやらせていただきましょう。ちょっと当たんないかな、遠すぎて。あ、死んだ、残り2匹だ。ちょっと慎重に、みんな頼むで、慎重に頼むで慎重にお願いいたしましょう。いや、これ大量のさ死体が手に入るんじゃないか。さあ、これで定位置について射撃開始。マックさん横のビーバー、
近すぎる。あ、やっつけてる。あと1匹。ちょっとね、こちら徴兵をやめて運ぼうか。お、やっつけた、ついに。さ、皆さんね、ちょっと徴兵を取りやめまして運んでいただきましょうか。これでちょっと待ってね、徴兵をやめて誰が運べる？死体。あ、死体を口にするにしちゃった。運搬、こちらも、運搬。まず2匹運搬して、さらに、あ、救助するになってる。あ、救護用の、これベッドがないんだ、ペット用の。ちょっと救護用のベッドにしようか。救護用のベッド、そんなのあるの？医療用ベッドだもんね。いやー、でもそんなのあるか。高級ベッドじゃないとダメとか。まあ殺しちゃってもいいかな、ビーバーも。この際ちょっと待ってね、救護用のベッドは作れないから、このまま運ばせていただいて、マックさんにちょっと来てもらって、マックさんにとどめを刺してもらおうか。そして死体運んでるか。うん、2人運んでる。こちらの方にも運搬。キッドさんって運搬はできないか。誰が今下運んでる？エリックは運んでる。こちらの方にも死体を運んでいただきたい。救護ん？また研究が終わった。早いな、キッドさん。研究、運搬で、マックさんに来てもらったところ申し訳ないんだけど、こちらをね、最後とどめを、うん、とどめを打っていただこう。さあ、これで死体になったから、マックさんに運んでいただけないか。マックさんはダメなんだね、運べないんだ。キットがね、時間を持て余してんだな。で、他のメンバーにも死体を運んでもらって、みんな運べ終わったかな。2人今運んでる。うん、で、まあ、食肉加工台の方でお肉にね、もうガンガンしていただきましょうか。死体が余ってるから。あ、エリック向こうだ。エリックちゃんも今手空いてるかな。もうちょっと運ぼうか。あとね、何匹か残ってんだな、ビーバー。大量だったもんね、ビーバーで。エリックが手空いてそうだから運搬。うん、どうかな、みんな運べるかな。今2人運んでんだよね。で、死体をこちらに運んで、あ、よかった。こちらの方にももう一度運搬していただこう。腐っちゃうから早く運んで調理しないと。うん、で、エリックが今向かってると、マックさんが、あ、防弾チョッキか。防弾チョッキちょっと後回してもいいかな。運搬だけ先にしよう。最後までご視聴いただきありがとうございます。まだチャンネル登録してない方は下のチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。